アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。DJ は最近袋タイプのラーメンにハマっております。インスタントのではなく生麺タイプの袋麺ですね。で、一袋に対して、スープが1個という風になってるんですけど、 DJ はそれをですね、麺一袋ではなく 1.5 ぐらいにして、それにスープ1個という風な感じぐらいで食べるバランスがちょうどいいですね。でもこの食べ方しますとスープだけ余るんですよ。はい、だんだんこう食べていくと余りますよね。そのスープをまた新たに麺だけを買ってきて食べると、その麺だけでも売ってるんですけど、その麺で BJ が好きなのは細麺タイプといっても、九州的なやつじゃなくて関西的な細麺のストレート麺、これが最高なんですよね。だからそれ買ってきて食べるというような感じの BJ が今夜もお送りします。ネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM、はい、改めましてこんばんは、 DJ 増本です。ラーメンとともに最近ハマってるのがウクレレベースなんですね。知らない方にお話しさせていただきますと、ベースなんです。普通のベースと同じ感じの、チューニングは一緒なんですけど、エレキベースですね。あれをこうと小さくして、ウクレレでいうところのバリトンサイズ、バリトンウクレレサイズぐらいまで小さくして、極太の弦を張った、楽器なんですけども、このウクレレベース、前にもウクレレベースクラブ、ベース部ということで練習会もやってたんですけど、まあ、しばらくお休みをいただいてる間に、またまたですね、再ブームが到来いたしまして、まあ、BJ の中で再ブームが到来したんですけども、これは面白い楽器なんですよね。はい、まあ、チューニングがエレキベースと同じなので、エレキベースを弾いてた方は、まあ、弾けるかなというところなんですけど、エレキベースほど張りがない、弦の張りがない。エレキベースは金属の弦なんです、スティール弦なんですけども、このウクレレベース、スティール弦もあるんですけど、メインで使われてるのがさっき言いました樹脂製の弦なんですね。本当にボールペンぐらいの太さがありまして、弦の太さですよ。で、それがまた柔らかくてドインドインっていう感じの音なんですけども、スケールが短い、弦の長さが短いという、バリトンウクレレサイズですからね、短いということもあって、普通のベースではできないようなメロディーを弾いたり、ちょっといろいろこうやったりするのも楽しいということで、最近はウクレレベースでメロディーを弾く、ウクレレベースソロというのを、YouTube のウクレレベース講座でやってるんですね。その中から今回は曲を聴いていただきましょう。隣のトトロ。
が先 FM。 はい、ウクレレと違いまして重低音ですよね。はい、低音のこの魅力といいますか、癒しの低音を超えてる低音ではないかなというぐらい低い音なんですけども、これでメロディーを奏でると、これがまたあのなんともこう優しい音、丸っこい音ですごく好きなんですよね。皆さんどうでした？はい、これあの弾くだけでウクレレベースがすっごく上手くなると思います。ウクレレベース、まあ、ベースっていうのはそもそもあの基本的に弾くのは単音なんですね。でウクレレソロ、ウクレレの方ですよ、普通のウクレレの方のソロになると単音で弾くことっていうのは、まあ、時々あるんですけど、大体がコードと一緒になので、同時に弾くのは2本とか3本だったりで、その中に1本でたまに弾くという風な感じなんですけど、このウクレレベースはそれと違って基本が1本で弾くんですよ。まあ、言うなればボーンボボーンとかこういうベースラインですね。これ1本なので非常に簡単なんです。ウクレレソロに比べたらものすごい簡単なことなんですけど、簡単ですけど、まあ、そこにはリズムをきっちり出す、音をきれいに切るなんていう難しい、ちゃんとしないといけないところもあるんですよ。でもちゃんとしないといけないところはウクレレにもあるということで、ウクレレソロもそれは同じ共通するところなので、ウクレレソロが割とちゃんと弾ける方はもうウクレレベースなんか片目をつぶってでも弾ける、両目をつぶって弾くのはどうかわかんないですけど、片目をつぶりながらでも弾けるような感じ。はい、これウクレレベースっていうのはあのやってみようかな、どうしようかなと思う方、ぜひやっていただくといいと思いますよ。はい。あの、ウクレレ何人かで、こうね、友達同士で合わせてセッションなんかしてる方は、その中の一人がウクレレベースを弾くというだけで、このアンサンブルがガラッと引き締まってですね、いい感じになると思います。で、ウクレレとまた弦の太さも違うというところもあるんでしょうけど、この低音でドーンと全体のこのアンサンブル、バランスを支えるという楽しさがベースにはあるんですね。で、ただ一人で練習しても面白くないんですよ、ボーンボンボーンって。だからこういうソロを作って、これをウクレレ練習、ベースの練習に使っていただこうということで、で2曲目も作りました。隣のトトロから散歩。FM。 はい、どうだったでしょうか。皆さん、あの低音の魅力にハマりました？はい、これ弾けるようになると、通常のウクレレベースの演奏が非常に簡単にできるようになる、まあ、練習曲ということですね。それプラス一人で弾いてもウクレレベースが楽しい、まあ、メロディー弾きながらコードも入ってますからね、メロディーとコードを一人で完結することができるという、まあ危機的、だと DJ は自負してるんですけども、まあ、そういう風な楽曲ですね。で、これをですね、今後は、いろんな曲をウクレレと同じようにアレンジしてですね、このウクレレベース、普及に努めたいと思います。
思ってます。はい、ウクレレベースっていうのはちょっと微妙な位置でもありまして、ベースで得意とするスラップという、一昔前はチョッパーとも言われたんですけど、こうバチバチと弦を叩く奏法ですね。こういうのがあまり使えないんです。弦がダランとした樹脂弦なので、叩いても弾いてもあんまり音が変わらないというような感じなので、どういう奏法が合うかというところ、まだこのウクレレベース自体が世に誕生してそれほど日にちも経っていないというところで挑戦です。ありがとうございました。アコシミンネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。2曲目にお送りいたしました散歩という曲、隣のトトロの先入歌ですね。この散歩という曲の演奏動画は明日か明後日ぐらいのウクレレベース講座で実際弾いてるところの動画が上がると思います。今回は先行公開ということで先に聞いていただいたんですけども、こういう感じの低音、皆さんも一緒にやってみませんか。湘南ウクレレクラブの方では、月1回ベース部というのを練習会やっております。第1土曜日の茅ヶ崎の、練習会ですね。こちらとあとはオンライン、第4週の日曜日の午前、こちらにオンライン練習会もやってます。はい、ぜひ一緒にウクレレベースも楽しみましょう。ということで今夜は以上です。また来週お会いしたいと思います。おやすみなさい。さようなら。茅ヶ崎 FM